画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ホッピーです。今回なんですけど、企画募集はね、8月になります。どんだけ待たせるんだと。忘れてる方もいる、というか覚えてる人いないと思いますが、こんな選手権あったら、プロセカキャラのこの子は1位みたいなのください。偏見で大丈夫です。はい。思い出しましたでしょうか。僕は忘れてました。しかし、忘れた頃にやってくるこんな選手権、この子1位だろ、選手権。今回は約1000コメントの中から僕が思わずもう笑ってしまったコメント厳選しましたので紹介していこうかなと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。笑顔で人殴りそうな選手権、上白です。しょっぱながこれなんだよね。最後がパスってんだよね。あ、偏見ですので、実際の上白さんは笑顔で人殴りません。ありがとうございました。上履きにニコちゃんマーク書いてそうなランキング、大鳥 M。 言うて体操服があれですからね。上履きニコちゃんは通る道、もしくは進行形で書かれてそうですよね。新任の先生に、先生は彼氏彼女いるのという定番質問するまでが一番早そうなキャラ選手権、1位白石や。困った生徒なんですよね。担任の先生キラーなんだよね。最近の JK って出会って初日の距離の詰め方、階段6段飛ばしなんですよね。それ地毛やったんか選手権、1位青柳トウヤ。トドルギショート君もあれ地毛ですからね。T シャツがダサい第1位、上白瑠衣。これは言ったらファンに怒られちゃうのかな。ダサいと思います。銀玉でいじられてたベジータの私服くらいダサいです。いや、ベジータの方が全然ダサかったわ。高校生だとバレずに授業参観に出られるか選手権、1位望月ほだみ。気づかないんだよね。ヤングママたちに囲まれてる授業参観に高校1年生のママがいてもなんとか。高校1年生のママっていう字面危ねえ。同人誌でかませ犬ポジションに置かれた挙句、最後に苦く笑いながら叶わないと言わされそうな男選手権優勝、当の新た。ピクシブの小説かな。ちょっと納得がいっちゃった自分が悔しいですね。あのポジションは三田光太郎じゃないんですよ。絶対に遠野新です。脱走した蛇を最速で捕まえる選手権、1位アッサーコハネ。なんでそこ選手権にしたんだろうね。お父さんが蛇脱走に気づいた瞬間タイマーボタンを押してんだよね。ピッピッコハネ3秒新記録だっつって。カラドラの最後の目ガン開き怖い選手権、1位アサイナマフユ。何言ってんすか、怖くないです。怖えわ。ちゃんと寝てますか選手権、1位この動画。もう体にお気をつけて。